久保さん、参りました。僕は悪かったです。すいません。僕はね、自分で自己分析した結果、まあ、今回の件は、もう完全なる嫉妬から来てるなと。まあ100、100%多分嫉妬ですね。クソみたいな。クソみたいな。クソみたいな。うん。まあ、多分嫉妬ですね。自己分析した結果。なんで、ただの嫉妬なんで、はい。終了ですね。 で僕があの今回のテーマで言いたいのは、あのー、スキルですね。あのー、要はお、お金はどんな状況でも稼いでいかないといけないわけですよ。うん。で、久保さんが言うとおり、一時的一時的にこうやっていく。じゃあ、その一時的をクリアする上でのスキルが必要なわけじゃないですか。じゃあ、FX を一時的にやります。じゃあ、その一時的にできるんですかって話で、久保さんも1年だったかな。2年ぐらいやって勝てるようになりましたみたいな。 1それ一時,の一時をやるために12年かけてるよって話でネットビジネスも3年で1億3年やってるわけじゃないですかって話でなんでその1時だったとしても一瞬でスキルはつかないよっていう話ですね1時に乗る上での一瞬でスキルつくのかとじゃあなんだ仮想通貨に関してもなんかそのいろんな通貨があってその知識勉強ある程度しないといけないですよね うん、じゃあその一瞬で全部の暗号通貨の特色全部のエ,ビ、えー、そのエビデンスとかも全部一瞬で取れるのかっていうといろいろ調べる時間だったり検証する時間だったりとかも必要だっただろうしまあエフェクスもそうですよね一瞬で勝てるトレーダーになるのかってもし一瞬で勝てるトレーダーになるんだったらウォーレン・バフェットいらねえよって話で <laughs> 何年やってんだって話なんでだからあのー やっぱりその飯食っていけるスキルっていうのをつけるべきかなと思いますでこの億万長者合宿で久保さんと僕がもう引きに言ってるのが発信しましょうなんですよで発信することってどういうことかっていうと発信することによって僕はその、うん、トークスキルですよね 少なくても話してない,よてない人よりかずっと喋って伝えてるわけですからそこに対してフィードバック反応をもらってるのであこういうふうに言えば反応するんだなとかこういうふうに言えばそっか自決まるんだなとかあこれもいい言い回しだなみたいな話ですよだそれをやってればなんだ結局まあ金は稼げるってことですねだからその本当に自分がそのスキルなんだろうな 何に時間を費やせば、えー、飯食っていけるのかっていうところはもう考えるべきですし、そこに対して時間を使うっていうことをしていかないといつまで経っても。だから多分ね、みんな中途半端なんですよね。ちょっとやって、そのちょっとでトレーダーになれるわけないよっていう。 いやちょっとやってトレーダーになれるんだったら、ファンドマネージャーとか全くいらないじゃないですか。機関投資家もいらないですよねと。もうガチガチでやってる人めゃ、もうプロで何十年もやってる人いるわけですから、そんな初心者がちょっとやって勝てるわけないじゃないですかって話で、そんなの考えれば分かることなんですよね。これはネットビジネスも一緒で、そのよく久保さんも言いますけど、僕たちがライバルになるわけじゃないですかって話で、<laughs> 相当発信してますよ、僕とか久保さんは。うん、もちろんその再生数はね、 ビビったるもんなんで言われるものじゃないですけども発信量に関しては相当やってますし実際売り上げも作ってるんでうんまあこういうなんかちょっと化け物っていうかちょっとぶっ飛んだ人たちがライバルにいるわけじゃないですかうんなんでそこも考えるべきですよね生半可の気持ちじゃあプロに勝てないよっていううん 初心者がどうやってプロに勝つんですかみたいな <laughs> だから本当にプロの収入を得たいんだったらプロ,プロになるっていうことがまあ本当に当たり前でうんまああとはプロになるためのうん絶対時間ですよね絶対的時間っていうのが必要じゃないですかイチロー選手もいきなりじゃあ何あのー、メジャーリーガー行ってなんか行ったのかって話じゃなくて日本で何年もやってって話じゃないですか。 うんそんないないっすよ、どの世界でも。やっぱ僕たちがあの天才でないんであるならば、天才でないんであるならば、そのスキルを手に入れるために、ある程度の時間は費やす、徹底的に費やすっていうことをしない限り、いつまでたってもそのスキルはつかないかなっていう。僕ね、人生で初めて自転車に乗って、乗れる人ってあんまりいないと思うんですよね。 世界探せば一人か二人いるのかわかんないですけど、生まれた瞬間、人生初めて、あのー、自転車乗りました。一回も動けずスイスに乗れる人っていないと思うんですよ。じゃあなんで自転車に乗れるようになるのかっていうと、単純に時間使っただけじゃないですか。車の運転もこのね、こんなにできるのも時間使ったからこんなになってるじゃないですか。<laughs> 最初こんなんじゃなかったでしょって話でなん。何度も何度も毎日出勤とかで、その車乗るからこんな感じでなんかできるでしょっていう。 別に緊張もあんましないでしょ、車に乗るときっていう。一番最初緊張もしてたよねっていう、うん。じゃあなんで緊張しなくなったんですかって。会社もそうですよね。一番新入社員のときっていうのは、あ今日は何の仕事するんだろう。大丈夫かな俺。みたいな。自信のあります なんか新入社員で、いや俺もう社長超えるしみたいな。いや社長より仕事できるしみたいな。何の会社のルールも分かってないのに。何の会社のルールも分かってないのに。いや社長より仕事できるしみたいな。ありえないでしょみたいな。それは、それはさすがに勘違いだよねっていう。うん。だからそれは物事にはやっぱ順番っていうのがあるので、その順番なくしていきなりワープ、土管入ってワープみたいな。ま、あのマリオブラザーズみたいに。 いきなり土管が入ってワープするなんていうのは難しいと思いますね。ワープを望んでるんだったら、うーん、望んでみてください。僕はそこ行かないですね。ワープ無理だと僕は思ってます。でもワープがどっかにあるのかなって探し続けてもいいんじゃないですか。うん。僕は申し訳ないですけど、ワープはで,で,できない。マリオか、マリオブラザーズみたいに、いきなりその土管入ったら8面に行くとか、そういう土管はねえと。 人生においてそんなワープするような土管はねえと。僕は思ってます。僕はね。でも他の人はいや土管はあると。どっか隠れた土管がある。それさえ見つければいきなり八面に行けんねんみたいなね。探せばいいと思います。それは人それぞれなんで。うん、僕は土管はないよっていうことを言い続けます。僕はそう思ってるんで。はい、以上です。いってらっしゃい。